クラミータはメキシコのプロレスラー。メキシコ式シ出身。AAA では2015年からファイヤーボールのリングネームでファイトし、また2016年にはオクタゴンジュニアのリングネームでもファイトしている。日本ではドラゴンゲートを主戦場にしている。祖父はトロネグロ、父はウアなどで活躍したレタドール、親子3代のルチャドール一家である。父や祖父、 そして親戚などにルチャドールが多数いる環境に育ったため、ごく自然にルチャの世界に興味を持ち、2002年にはすでにルチャドールを志していた。周囲は反対したが孫が泣きながら頼み込む姿を見かねて一戦を尻ぞき指導者となっていた祖父トロネグロが折れる形で練習を始めることになった。2003年地元の教会の前の広場でのイベントにてプレデビュー。 2004年アレナサンファンデのローカル工業にて本格的デビューを果たすメキシコではディートを中心に様々なインディペンデント団体で活動を2008年にはアレナサンファンパティとランニンテーミニエストレージャ選手権をダッシュ2010年にはディートにてアルトインパクト王座をダッシュ2012年にはアルにてアルライト級王座をダッシュするなど活躍した 2012年中頃より、AAA にも定期参戦するようになり、2013年4月、メキシコで海外遠征中だった t ホークとエータが結成したミレニアルズ結成に参加。同年10月初来日、10月26日のドラゴンゲート神戸大会で日本初マットを踏み、12月5日、後楽園大会にてオープンザトライアングルゲート王座。 決定ワンライトトーナメントを制し初の王座大会。2014年3月16日和歌山大会にて、堀口元気、HAG、m e を破り、オープンザブレイブゲート王座大会。12月28日福岡国際センター大会にて、8度目の防衛戦で対戦したパンチと見長にマスクを剥がれ反則勝ちで防衛するも、ベルト変換を拒否。さらには一人で退場し、 無期限の帰国。2015年2月28日大阪府立第2大会にて試合後のティーホークに呼び込まれる形でミレニアルズに再合流。翌3、1の同会場大会より国内の試合に復帰。7月10日、プル a の新リミティにてファイアボールとして登場。ルドクソウルと組んでダガースティーブペインと対戦して勝利した。ありがとうございます。